はい、皆さんおはようございます。こんにちは、こんばんは、高橋みともです。呪術廻戦32話の感想でございます。呪術廻戦32話、増用の雨が止ま、やむときという回で、ございました、今日の放送ね。見ました、リアルタイムで。感想としては、ナダを救おうとするゴーたちが感動しました。うん。ブニスさんはね、そういう感動系も大好き。うん。特撮の中で大好きなんですよ、そういうの。だから、言い方悪いけど、諦めないっていう心が、やっぱり、ゴー君たちが、ナタを助けられたんじゃないかなと思ってます。うん。ガイドウグに取り付いてたの、よく、鎧取れたなと思いました。ウプネシさんは絶対できないと思う、そこまでは、投稿者は。ということで、まあ、33話、ズロワンと同じく、3日放送なしで、次は10月10日放送でございます。33話、いよいよガイゾーグ、つまり稲田さんが自由に変身できる回でございます。楽しみです。ということで、あと、ウプネシさんからの、リアル的なお話、ちょっとここ、ジュウソウジャーの話もさせていただくんですが、ちょっと、ゼロまで説明しなかったことを、ちょっとこっちで説明させてもらいます。竜奏者と、ゼロワン、放送されてますが、放送の内に起きることはなかなかないんです。なんで、どうしてるかって、普通は、東映特撮ファンクラブから見てますので、それだけは了承してください。で、見た回、更新によって夜今更新してますが、もしかしたら10時以降更新したりね、するかもしんないです。ということで、ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。